いちごる。いや、いちごるチャンネル始まりました。今日は何をやるかと言いますと、このチャンネルに、コメントをくださった方をゲストに来てもらって、そのお悩みというかゴルフの上達に、対するアドバイスをちょっとしていければいいと思うので、はい。噛みまくりじゃねえか。硬いっすよ、硬い。自己紹介の方をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、ゴルフ歴、まあ、リターンしてきてまだ3年、大体のアベレージは100前後、大体102、3叩いてることが多いです。はい、はい、名前見るの忘れましたね。大橋と言います。よろしくお願いします。緊張してます。ゴルフ歴半年の、そうですね、アベレージが120ぐらいなんですけど、はい、秋山と申します。はい、食べになるように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今日って何かアドバイスしてもらいたいこととかって何かあったりしますか？はい、私の場合ドライバーがですね、もう壊滅的に壊滅的にダメなので、はい、スイングから、はい、例えばその、まあ、インパクトの仕方、はい、あとはそうフィニッシュまで、はい、全部間違ってると思うので、そこら辺をしっかりとご指導いただきたいと思います。はい、はい、自分もまあドライバーになってしまうんですけども、はい、ティーショットでどうしても OB が多くて、はい、そこでスコアが、どん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 落ちてしまうので、はい、まあ初心者っていうのもあるんで、きちっと教えていただければと思います。はい、はい、一応まあドライバーってことだったんですけど、一通りまあドライバー、アイアン、ウェッジ、その3つをちょっと打ってもらって、はい、ちょっとアドバイスしていけばなと思うので、はい、また噛みました、ね。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。まあ、ちょっとドライバーが安定しないってことだったんですけど、はい、まあ一つの原因として右へのスウェイがあるんですよ。はい、やっぱ打点が安定しない、はい、下からも入りやすくなるし上からも入りやすくなるし、はい、でこれをどういうふうに直したらいいかっていうと、はい、まず最初に首の後ろにクラブを当てますよね。はい、でくるっと回ります。頭の位置が右に傾いたりとか、はい、左にずれたりしないようにして、はい、くるっと回って前傾します。でクラブを胸の前、はい、でトップの位置を作ってもらって少し上げて振るっていう、もう一つはさっきと同じくくるっと回って前傾を取ってトップを作るじゃないですか。はい、でインパクトに戻す、はい、でまたトップを作る、はい、インパクトを作る、トップを作る、インパクトを作る、はい、っていう素振りのドリルを、はい、まあ、毎日やっぱ最低10回ぐらいは、はい、やってもらえると体に意識付けできるんで、はいはい、ちょっとその意識で一回ちょっとドライバー振ってみましょうか。はい、はい、首にクラブを当てていただいて、はい、回って前傾して、そうです、そんな強く叩かなくていい。はい、はい、まあまあ、はい、どうぞ。はい、そうです、はい、で次は普通に打ってみましょう。普通のスピードで、はい、ちょっとまだスウェイしてますか、はい、今の、はい、
トップ作ってインパクトに戻して、トップ作ってインパクトに戻してっていう、はい、ドリルやってから、そうそうそう。打ってみましょう。打ってみましょう。とりあえずその、まあ、何個か直したいポイントはあるんですけど、はい、まず第一重要項目として、はい、その軸を右にずらさない、はいはい、ってことをちょっと重点的にやっていただいて、はい、まあ、2番目3番目っていうのはちょっとまた後でこっそり教えます。はい、ということで、はいはい、ありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。球が上がらなすぎますよね。はい、そうです。低いフックが出すぎちゃう。はい、一つの原因として、はい、インパクト以降の動きが、はい、かなりフェースをかぶしてシャットに当ててるんですよね。はい、こうですよね。そうです、そうです、はい、そうです、はい、この意識が強すぎるとやっぱりロフトが熱すぎて、立ちすぎて、はい、閉じすぎて、先ほどの低いローフックが出ちゃうんですよ。はい、で大橋さん少し、まあ、ストロンググリップ、ちょっとフックグリップが少し強めのグリップなんですよね。はい、あ、なるほど、はい、少し、で捕まるグリップに対して、はい、閉じていく方向っていうのは捕まる捕まるで捕まりすぎちゃうんですよ、ね、球。そうなんですよ。なるほど。なので言葉で言うと少しインパクトからオープン方向に手を使ってあげる。左のオープン方向に、はい、こう側に左の手首を折るっていうふうに、こういう感じですね。そうです、そうです、はい、そうすると球も上がりやすくなってくると思うので、はい、ちょっと一度打ってみてもらえますか。はい、分かりました。素振りな、そうです、素振りしましょう。はい、おお、すごい。まっすぐですね。こうなってました。なってました。あ、なってました。違和感ないですか。若干ありますけど、ただ、はい、そっちの方がこうヘッドの抜けがいいような気がしました。確かにこうずっとリリースしないで、はい、左の手首の甲を外に向けたままだと左肘も畳めなくなって引けてきちゃうんで、飛距離のロスにもつながっちゃうんですよね。なるほど。こうなってたってことですね。そうです、そうです。でこうヘッドがこう寝てた、いや、ね、寝て立ちすぎたか、そうです、ロフトが立ちすぎちゃって、もう本当一度ぐらいで当たっちゃってる感じだったんで、一度は言い過ぎなんですけど、だいぶ閉じて当たっちゃってたっていう状態ですね。だからこう気合のローフックが、はいはい、もう一回行ってみましょう。はい、わかりました。おお、ナイスですね。すごい、さっきより球は浮いてきましたよ、ね、はい、全然違います。はい、ありがとうございます。ちょっとフックでも、はい、前に行ってくれるフックなんで、はい、怪我は少なくて済むと思うんですよ。めちゃめちゃ上がった。ナイスボールです。ありがとうございます。初めてです、あんな球。はい、よかったですよ、はい、どうですか、やっぱりロフトをつけていく方向に持っていった方が、はい、まあ、球も上がって安定していくと思うので、はい、ちょっと、はい、分かりました。これですね。これです。はい、これです。分かりました。はい、はい、いろいろアドバイスさせてもらったんですけど、まあ、とりあえず今日教えてアドバイスした一つだけのことを、はい、まあ、ちょっと続けてもらって、はい、まあ、何個か あるんですけど、まあ、それはちょっと後で内緒で、ありがとうございます。やっていただいて、まあ、いっぺんにいろいろやっても、まあ、消化しきれないっていうのは実際あるんで、はいはい、ちょっと
今日のアドバイスをちょっと続けてってもらえればなと思います。わかりました。はい、はい、ぜひともまたよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、最後に、この動画いいと思ったら高評価のボタン、あとチャンネル登録をポチッとお願いいたします。最後にあのイチゴルポーズしてもらってもいいですか。はい、はい、強要してる。はい、はい、イチゴル、ちょっとそれましょう最後ぐらい。せーの、イチゴル。